ふわふわの毛に包まれたタンチョウのヒナ。今月1日、釧路市タンチョウ鶴自然公園で生まれたことが確認されました。体長は25センチほどで、性別はまだ分かりません。元気に歩き回っていますが、近くには天敵のトンビやカラスもいて、親鳥は片時も離れずヒナを守っていました。寒くなるとこう卵の時のように、お母さんが座って翼の中で温めてあげるだとか、そういった小さい時ならではの姿を見ていただければ。茶色の毛は1ヶ月後には生え変わり始め、およそ3ヶ月で親鳥と同じ大きさに成長するということです。